シカガ地震では、北海道東部のシカガ付近及びその周辺で、発生した主な地震活動について記述する。1938年5月29日1時42分頃、シカガ村付近を震源とする MJ6.1 の地震が発生し、串路市と根室市で最大震度3を観測した。この地震によって、釧ロコ南岸の殺敵内付近を中心として、 死者一人、家屋東海五島、半、法二島、破損36棟、道路破損総延長5010メートル、橋梁破損二カ所の侵害が発生した。本震の10分前には、地表の急激な流気があったという。屈斜ロコの南岸では津波が発生し、ワゴン半島警部島岸では最大約90センチメートルの津波が報告されている。この津波の原因として、 固定の地滑りが指摘されている。ワゴン半島から札友内にかけて集中的に地表に亀裂が生じた。地震の規模の割には、地殻変動が大きく、札的内では2.3メートルの水平ずれが出現したほか、ワゴン半島東岸で地盤沈下、温泉の噴出などが発生した。余震は当日は100回ほど体感したが、10日間ほどで、 急激に減少した。1949年6月6日17時34分ごろ、弟子ガが村を震号とする MJ5.1、深さ 24km の地震が発生し、串路市で最大震度2を観測した。1959年1月22日16時33分ごろ、弟子鹿が、しべちゃ、阿寒の境界付近で MJ5.6、 深さ1 5トルの地震が発生し、串路市で最大震度3を観測した。続けて9日後の1月31日5時38分に MJ6.3、深さ0キロメートルの本震、さらに本震から約2時間後の7時17分にも MJ6.1 という本震に匹敵する規模の地震が発生した。これらの地震によって、 手鹿賀町奥春別付近を中心として被害が生じた。また、奥春別からペレケ山南東山六の長さ 2km に渡って地割れが発生し、変異の大きな箇所では幅25から 30cm、深さ 40cm、垂直ずれ 10cm に及んだ。1963年1月28日13時5分頃、 中市別町養老牛地図を信号とする MJ55.3 深さ 10km の地震が発生し、釧路市で最大震度3を観測した。この地震により、新欧の中市別町養老牛付近では壁のひび割れ、剥離、サイロのひび割れ、水道管の一部破損などの消費害が発生した。余震活動は活発で2月13日の地震を 最大として三月いっぱいまで続いた。九百六十五年八月三十一日十六時四十九分頃、手鹿賀町付近に MJ5.1 の地震が発生し、続いて十七時四分コロド地域に MJ5.0 の地震が発生した。以後地震活動が活発化し、九月九日十三時三十九分頃にも MJ5.1 の地震が発生したが、 9月18日頃には、ほぼ収束した。これらの地震活動によって、札友内では、集合煙突の消費害吸9ビルは、地区で、ブロックや2個使用不能になった。その他サイロの亀裂4基、壁の亀裂などがあった。MJ5.0 以上の地震1967年11月4日23時30分頃、手塚が付近を信号とする。 MJ6.5 の地震が発生し、続けて16分後の23時46分には、阿寒付近で MJ5.7 の最大余震が発生した。これらの地震によって、負傷者2名、家屋半壊棟、一部破損8棟、道路のひび割れ、落石等の被害が生じた。2015年6月4日4時34分頃、津別町総省を信号とする MJ5.0、 深さ 0km の地震が発生し、釧路市や館長で最大震度5弱を観測した。発信機構界は、西北西から東南東に圧縮軸を持つ逆断層型で、余震分布から西北西傾斜と推定されている。この記事は以下のカテゴリでも参照できます1938年、シ車ロコ地震に関するカテゴリ、1949年、 弟子ガ・地震に関するカテゴリー、1959年。弟子ガ・地震に関するカテゴリー、1963年。弟子ガ・地震に関するカテゴリー、1965年。弟子ガ・地震に関するカテゴリー、1967年。弟子ガ・地震に関するカテゴリー、2015年。弟子ガ・地震に関するカテゴリー、ありがとうございます。